はい、皆さん、こんにちは。あのですね、今回50回目ということで、まあ、特に記念的なことをするつもり何もなかったんですけど、たまたま、この50回目、まあ、これたまたまかなえー、非常に長い長文のメッセージがですね、えー、届きまして、クジラ番組宛てにですねで、これはもうちょっと、えー、全面的に、えー、特集しようということで、<laughs> えー、まああの、くしくもというか、今日は普段の金曜日じゃなくて、あの、先週もお知らせした通り、ちょっと、えー、金曜日に撮れないので、木曜日に撮って変則的な収録っていうこともあって、えー、ちょっと時間の制約もあるので、このいただいたメッセージを全面的にやろうという特別、えー、スペシャルにすることにしました。そういうわけで、え、何やったっけ。く、<laughs> <laughs> ラらいの実験数ラジオ企50回目。 始まります。あ、ここみんなに言った方がいいよね。生 <laughs> 徒のクラスの実験スラジオ曲五十回目始まるよ。う <laughs> だついた。う <laughs> だついた。一 <laughs> <laughs> 回自分で言っちゃった。十 <laughs> 回だよ。 暮らしの実験室ラジオラジオ局は暮らしの実験室スタッフの岩さんと。はい、わっちです。もうスタッフまで野菜ソムリエの夢ちゃんと。はい、わっちです。はい、えー、私スタッフの香り。の三人でお送りします。はい。はい。というわけで、はい、じゃあ、早速これ読まないと始まらないですよね。よねはい。は クジラネームハラペーニョさんという方からですね。えっと私のメッセンジャーに直でメッセージをくださいました。はい、そうだったんだね。はい。じゃあハラペニョさん。ちょっと手法的に BGM を弾いてそれでやりますか。何かありますかハラペーニョさん。あいやいやハラペーニョさん。ねいや何もないです。じゃあ行きましょうか。はい。お願いします。はい。クジラネームハラペーニョ。 いばさん、ゆめさん、こんにちはいつも楽しく聞いています。やっとお便りが出せました。僕は約2年前にこの故郷、八里に戻ってきて、地域内外の小学生向けに泊りがけの自然体験プログラム、八里留学の企画運営を始めました。 当時はあてもなく会社を辞めてしまい何もないと思っていた田舎でどうやって生きていこうという不安から反衝動的に動き出しましたが今ではこれから生きていくと決め,ていた決めたやさとがずっとやさとらしくあり続けられるためにたくさんの人の助けを借りながら自分は教育の分野で貢献しようと日々湧き上がる思いを形にしていますそんな中プライベートでも変化がありました結婚しました <laughs> 相手は地元出身の保育士で八 <laughs> 里留学でも主力スタッフとして活躍してくれています、うん、入籍前に私の実家に挨拶に行った時の話です私の家は曽祖父曽祖父の代からみんな教員です公務員あるあるで八里の界隈と比べたら考え方は古い方です祖父と来たら僕が会社を辞めた時なんか僕より何倍も絶望していました、うん <laughs> その祖父が僕の妻に「うちの孫は収入が不安定だが大丈夫なのか?」と聞きましたすると父が「大丈夫だよじいちゃんこれからは東京の大学にもっと言えば大学に行かなくても幸せに生きる手段がたくさんある時代だから責任持って子供を育てる気持ちと最低限の収入さえあればなんとかなるそういうことを息子,息子らも今人生かけて学んでるところなんでしょう」<ー>と言いましたおー 父は現役で市僕の U ターン当初こそ再就職推奨派でしたが僕が八里でいろいろ活動を始めてからは生還スタンスで見守ってくれています。学校現場では指導要領に「生きる力」という言葉が出てきたり働き方改革を推進され始めたりとこれまでの教育が大きく変わろうとしています。 校長という立場でさえ,管理さ,え管理され、その管理を他の教員に浸透させなければならず、求められる教育の本質の追求と、委員会や保護者との折衝に追われる中、本当の教育とはこれからの時代を幸せに生きていくための力を生徒たちに身につけさせることなのだと、父も感じているのだと思います。 田舎の小学校の校長が学力を伸ばすことが仕事とされていた人が大学に行かなくてもというなんて未来は明るいと思いませんか9月には僕も父親になりますこの八里でこの変化の時代に子供を育てることができるのは本当に幸せなことだと思いますなるべくたくさんの人に触ってほしいので赤ちゃんが生まれたら連れて行きますね八里に戻ってきて本当に良かったこれからもお願いいたします おーお,ーおーなんか、すごいね。はい、風に乗ってたような、届いた。新緑の季節にぴったりな爽やかというか、希望のある、芽吹いてる感じのお便りでした、ね。<laughs> 芽吹いてる感じですね。なんかすごい芽吹いてますよ。うん、なんかこれからって感じで。身の上話だよね <laughs> そうね。自分の人生いい話。一言で言うと、とても嬉しいんですけど。うんうん これは別にラジオの感想とか何もなて、いつも楽しく聞いて、聞いておりますって書いて。以後は全部自分の身辺報告というか、いや、とっても嬉しいんですけど、そういったものを我が、つまり、ほら、でもお便りでね、いつも何でも OK ですって言ってるじゃないですか。話題にしてほしいことっていうか、私たちに伝えたいこと、それに対するレスポンスだと思うんですけど、これだから私たちの調理力が問われてますよ。調理力うん。 調理するか材料は揃ったそうなのかいやいろいろ揃ってますよだっていろいろこのメッセージの中でさいろいろこう触れたい場所がいっぱいありますよちょっとえっと多分今回そのそれぞれ気になるところを出してでそれぞれ喋って多分これしか取らないのでこれが仮にあと1分続くとしたらえっと例えば10分15分 15分とかで、うん、多分セクションを区切って、うんえー、アップすることになると思うのでああそうその中からみんなが気になったところを取り出していってい、ねうん、で順次ちょっと論じていくというか、うん、<laughs> 口の中からが油まみれの。 うん油ゆめこさん潤滑油農場の金曜日の料理番長ゆめこといえばそうですよねいや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 。含め。まずちょっとハラペニョさんについて何のことやこの銀行料理するというそうそう、この銀行料理料理番長ゆめ子さんちょっとハラペーニョさんについて軽くお話ししてもいいのかなと思うん全然そうですよね、もうかなりほとんど してますよねね誰やんってる人は知らない人もたくさんいると思うのでの人はみんな知ってますねハラペーニョさんは私たちよりも世代が10歳ぐらい若くて20代半ばから後半にかけての若い青年なんですけど男の子なんですけど今から2年ぐらい前かなちょうどにサトに帰ってきてそれまでは東京の大学に多分進学されて。 就職して働いていたんですけど機会があってこっちに帰ってきてっていうことを、まあ、なんか会社を衝動的に辞めたみたいな感じで書いてあったのであの詳しいことはも知らなかったんですけど、うん、帰ってきてでその後、多分彼は彼はやさとの,の、まあ、いろんな人に会ってたんですよね。 で、私たちも、暮らしの実験室のこのメンバーたちも、そんな中、彼が、さ、あの、訪ねてきてくれたっていうので、あったんですよね。うんうん、多分、伊庭さんとか、その時、一番最初に会ったと思うんですけど。あの、どんな感じでした。 誰かの紹介ででたたんでしたっけ、やっぱりそうそうそうきちゃんとかの紹介じゃないかなそうですね市役所の人の紹介とかで、うん、多分面白いところどこかなみたいな感じでいろいろ面白いことやってる人とかうん、うん、どっか活動してる人とかっていうのをいろいろ話を聞いたりとかっていうので訪ね歩いていた時期だったと思うんですけどうん、うん、帰ってきてすぐわり、うん、と早々に暮らしの実験室にも来てくれて、うん、おしゃべりしましたよねうん、うん、はい。 どんんな感じだっったかちゃてる私でも会ってないと思うあんまり詳しく喋ったことないかも割と落ち着いててしっかり物事を考えてそうな雰囲気が伝わるあんまりおしゃべりじゃない好青年でしたよただ自分が帰ってきて何するかっていうのが決まってないからそういう20代っぽいんていうかその。 えー、落ち着かない人生のねこれから何しようかっていう感じはあったと思うけど、うん、<じ> <laughs> あんまり人物表するのは得意じゃないけど、うん、まあすごくいいなんか青年でこんな若者がやさとに帰ってきたんだと思って。うんうん あの嬉しかったですすね、うん、のを覚えてますそうですねその年の多分、まあ、いろんな人にたくさん会って、うん、夏にはそのこ,こに書いてあったお便りにも書いてあった「やさと留学」っていうのをスタートさせてたと思うんですけど簡単に書いてくれていたのは地域内外の小学生に向けて泊りがけの自然体験プログラムを企画運営していると。うんうん さと、うんはい、留学っていう名前もなんかすごいですよね外国かこみたいな <laughs> すごくでも面白いなと思いましたよ、うん、うん主に多分東京とか近くでいうとつくばとか割とシティな子供たちをと、うん、でも結構さとの子供も参加してるんですよホームステイみたいな感じでホストじゃないけどさと、うん、の子供たちとそれ割とシティな子供たちがこう一緒に触れ合い ながら自然体験をするみたいなプログラムをしていて、うん、このと多分ね1年前とかだと田植えとかもしてたしもちろん稲刈りもしてたしでその多分田んぼの活動の中で竹を切って竹でご飯を炊こうとかそううい結構ねクラスの実験室の、うん なんかこう香りと似てるというか、そうん、あの子供に特化してるってところは、八里留学の特徴だと思うんですけど。まあ、そんなことをして、まあ、多分一年半ぐらいは経ってるんじゃないかな。すごく人気で、もっちゃうって言ってましたよ。で、頑張ってるみたいです。なんかビジュアルイメージも、おしゃれやもんね。 そうね、もう最初の会った時はもう都会の男の子って感じで。ああ、そうじゃなくて、あのホームページとか。ああ、そうですね。あの、それにしてわけじゃなくて。えっと、そう、そのやさとりよくのホームページとかもね。めっちゃちゃんとしてるよね。うん、ちゃんと。してる見てない。インスタグラムのアカウントがあるんですけど、もうアメにちゃんとアップしてるんだ、これ。ストーリーズとかも、ちょいちょい、なんかもう毎日アップされてるかなぐらいの。すごいね。ちゃんとこう。 プロモーションしててるっていうか上手やっぱり若いわみたいな <laughs> チャンネルを見習わなきゃって思わせるような <laughs>、まあ、写真も素敵だし、ね、ちゃんとこの思いを乗せて文章にしてアップしてるので、うん、あこれは引き,と、まあ、引きがあるしリピーター多いだろうなっていう感じなんですね。 ねえ、うポスターもいろんなとこで見かける。あ、そうなんコンコンギャラリーとかね、あったし、そういろんなとこで見かけて、あ、ヤサトリュカか私は、それで初めて知ったかも。あ、そうなんだ。うん。で、あ、あこのね、ハラペニョさんとそのその後に、あ、一緒やってるんだっていうのはつながったんだけど、私の中で。そうそう。うん。うん。結婚されて。そうなんですよね。ね。 衝撃の報告が、うん、最近、新婚旅行に出いたみたいでネタ割れすると私、あのパート先が一緒で <laughs> 彼はあのやさと留学以外にもいろんなことを助っ人というか、うんまあ、器用だし、ね、仕事もできる人なので、うん、いろんなところで知り合いができてお仕事されてるんですけど、うん、その中でバラエもやっているって言ってその仲間うちからなんか今、新婚旅行中だよってよーしてもらって。<ー> 全然合ってなくてあの被ってないんですよ働く曜日が全然合わないんですけどなんかこれお土産だよとか結婚旅行のお土産いただいたりとかそうそうなんかね実は今年に入ってから合ってないような気がする全然忙しいんだね忙しいですね特に週末は多分忙しいと思いますよこれからシーズンインって感じだしめっちゃそうだよね春夏秋ってやっぱりま今やってましたけどね寒い時期 うん、ね、そんな。ご結婚されて。いいですね。やさと留学、なん,なんか企画考えようよ。 ヤサ留学フューチャリングやさとの違う違うアイデアを提供するの勝手にああ、マジマジそうそうそう竹でご飯とかさうんあこんなこともできるんやでっていうことを教えてあげちゃうってわけねね子供がやったら楽しくてさうんとか大体でもさ最初の方ってまあ入口はさ大体みんな同じようなことするじゃんあのそうめん流しそうめんしたりとかああ。なんー自分たちでね作ってねそうそうそう竹切って伐採してきてうん その竹で流しやさとの恵みをね、生かしてできることとかね、竹のこ掘りとかも多分してましたよ。ああ、すごいね。そうなんだよ。そういうことも多分してて、で、あとやっぱりやさと留学がまあすごいっていうかなのは、子供一人で来るんですよ。あの小学生以上なので、親はあの来なくてもいい。子供が来てもいい。いや、基本的には来ないと思います。未就学児の場合は。 同伴ってことはあると、あったと思うんですけど、うんうん、小学生の場合は。 お泊りですね、子供がもう。なのでやっぱそういうちょっと冒険というか親元を離れてちょっと自分の生きる力と対峙するっていうか自然の中でねっていうのが専門のスタッフがさと留学のスタッフたちが見守ったりとか手を貸したりとかしながら仲間になっていくっていう感じだと思うんですけどいいね。 人たちちに囲まれて、ょっと親よりは若いお兄さんお姉さんとたちとも一緒に初めて会う人たちというか友達というかね同い年ぐらいの子供たちとかいるじゃないですかいろんな緊張感の中。

バムクーヘンってどうやって作るか知ってるみたいな俺も作ったしみたいな竹で作ったしみたいなんか一皮向けるとしゃに構える感じ俺のイメージの中ではそうかな私の中の一皮向けるイメージはんかしゃべんないんだけど多くは語らないんだけどんかその行動とかにちょっと違いが現れるみたいなそんなイメージあるねうん はいはい、ちょっとね、横顔がお、うん、大人びて見えるみたいな、我が実機ニュースだって、あのねえっと、学童の、うんえっと、ネクスファっていう、千葉にある学習塾の学童クラブの人たちの受け入れしてて、うんうん、毎年夏にキャンプしてて。うん 2泊の時もあるしみんな思いっきり遊んでるよザリガニとか取りまくってすごく解放されてますよね近い感じしますねねあそうだねいやそれは夏やけどね毎年そうですねキャンプまたねいろんな季節が違えばいろんなできることも違って楽しそうだね留学は結構リピーータさんが多いいみたで年間を通して

生きる力みたいな話ちらっと書いてあったけどなんかねいつか結構前だと思うんですけど八と留学のインスタグラムで「生きる力って何だと思いますか?」っていうストーリーズとかで質問あるじゃないですかそういうの確か上げてたんですよ。で見てる人フォロワーさんからいろんな回答をもらっててなんか面白かったんですけどちょっと手元に携帯がないんでそうんか。 どうやったら死なないかを知ってるかとか確かにそうだなと思って、うん、あとその、何が食べれるか分かるとかそういうのをヒントをそのフォロワーさんからもねヒントをもらって、うん、あこういうことやってみたいと思ってやってるんじゃないかなと思ったんですけど。うんうんうん いや、山菜とに楽しそうだよね。食べ物っていうのは生きる力にかなり直結してるっていうか、そうだよね。そこにあるもので食べるが生きるっていうことだと思うので。でもキノコだけは食べない方がいいと思う。怖いね。なんかキノコの話盛り上がったよね。でしたね。どっかでしたね。キノコだけはちょっとやめてください。そうだね。なんたらもどきが多いから。 そうだね。ね。危なそうだきってさ巨匠みたいなじいちゃんばあちゃんでさ毎年さ食中毒になってるじゃんそういう人の方が逆に危なかったりもするのかもしれないけど出てきたよなんかねいくつかあるけどなんかアンケートっていうよりは別にいっぱい答えがあってアンケートを取ったやつの答えだと思うそですまとめたんだと思う 死なないための行動や手段をたくさん知っていることとか、人を頼る力とか、そういうことと力も大事だよね、うん。人とのつながりとか。 お、いくつか書いてある。へえ、そうかそうか。火起こせるとかかなと思って。そういわゆるさ、一食十みたいな。割とサバイバルみたいな生きる力っていうのは、まあみんな多分パンと出てくると思うんですけど、多分安サ留学でもっと大切にしてるっていうか、もう一つ大切にしてるのはその人に頼る力とか、人と協力するとか。うんうんうん。やっぱ自分一人で生きられないっていうことを思い知るみたいなことだと思うんですよ。だからやっぱりそのさ、チームでソロキャンプじゃないじゃん。うんうん。チームで。 みたいな初めて会う人ともどうやってこうさ心を通わしてその場で生きていくかみたいのを何度も何度も体験するんだろうなと思ってそれは何度もやっぱ参加したくなるわなそしたらやみつきでしょうねえ確かにうちらの子供も送り込もうかほらホスト側っていう多分立ち位置もあるので僕今ちょっと は僕四十歳ですけど、うんうん、なんかアウトドアとかは全然タッチしてないのね。うんうん、僕は。キャプ的なね。アウトドアあたりの入り口からサバイバルとかになんか今興味があって、うん。<laughs> アウトドア飛ばして。あ,あ、まあアウトドアも通っていった方がいいと思うけど、サバイバルサバイバル。サバイバル？興味があって。ババいいね、っ聞こえなかった。うん なんかサバイバル術とか身につけたいなってはい、はい、山で <laughs> 山さん最近言ってますよね <laughs> そうそうやっちゃんはもうそれかなり能力高い一、うん、人でね、うんうん、キャンプしたりとかテント張ったりとかうん、うん、ずっと山歩いたりしてた人やからそういういのすごその時は別にやっちゃんに最初出会った時は僕、そういうの何の興味もなかったから、うん、まあ出会ったって言ってももう10年くらい前だけどこのごろふとそ,のそういうところも。 できればば手を伸したいなと思ってるよね火とかも起こせないし、自分なんかさ、農場でさ、縄文ハウスとか作ってる時にさ、ちょっとみんなでやったよね。やったやった。なんていうの、いわゆるさ、こう、すりすりすりしてさ、火を起こす昔のスタイルあるじゃん、縄文スタイル。あれ、なんかやった時あったよね、みんなで、ワークショップっていうか、キャッキャみたいな感じで、火は煙がふわーって出るぐらいだよ。 なかなかそこからね、やっぱおがくずとかにつけるんだけど、難しいんですよね。おっさんが。三人ぐらいとかで、まあ五人くらいとかで、無人島に放流されて。おっさん五人が、俳優みたあの協力しながら、サバイバルするとか、すごくないなんか。漫画サバイバル漫画で、山ん中に島じゃなくてもいいや、山の中に。なんか、すごい嫌じゃない、その、それが、ドキュメントみたいな。 映画とかドラマになってもいずがよくないていうのリアリティーショーみたいなやつ、恋愛リアリティーショーみたいなやつの相乗りみたいな、そうそうそう、そうテラスハウス、おじさん人。山の中でおっちゃん3人が。だけどさ、おっちゃん1人でさ、ご飯食べる番組とかすごい人気じゃん、ねここのグルーとか、そういうマニアックなやつとかもすごい。 <laughs> まあ別に俺別に番組で受けたいわけじゃないねんけど <laughs> めっちゃイケメンだけど能力が低いやつとか、うん、でなんかちょっと地味な感じなんだけど実はもうすごい,、うん、いろんなこと知ってるみたいな食べれる草とか、うん、実とかにはめっちゃ詳しい、うん、ちょっと陰キャ。 そうそう。全員おじさんなの全員おじさんそうやで全員おじさんでブーム言わした超いけるノースで生きる能力出して世代が違うのねみんなあ世代が違うのもいいかもね60代50代40代とかね割と上だったねでも実はね実は世代の話いやこれ僕ちょっと読んだ時に話変わっていいですかうっかり僕んか印刷してきたものがあってえっと僕これ読んだ時に あ本編じゃないんですけど、うん、なんかこのおじいちゃんとお父さんのやり取りが、はい、僕はちょっと違和感があったんですよでとおじいちゃんは、うん、えっと会社とか辞めてどうするんだみたいなまあ 大学とか別にそう言ったわけじゃないけど子供とか大学に行かせなかったらお前どうするんだみたいなことをおじいちゃんは言ったとそするとお父さんはいやいやもう今はそんな時代じゃないんだよって言ったとで俺の感覚やと僕の親はまだ言うっていうかむしろそういうことを言う世代で僕のおばあちゃんとかおじいちゃんとかは多分そういうこと言わない僕の親とかは僕が例えば農業大学出て 農業をしますっていう話をしたときに、うん、えなんで農業なんかするのみたいなことを、そうそうそう、あそうまあ直接そういう言葉だったわけじゃないけど、はいはい、でも多分、あ僕、その時はもう、なんか別におじいちゃんとかおばあちゃんにそういうこと相談したわけじゃないけど、多分、もしそういうことがあったとしたら、うん、あいいわねみたいな、応援するわみたいな感じが、多分、むしろおじいちゃんとかおばあちゃんのスタンスだったと思うので。うんはい、だから僕の知ってる その親とかおじいちゃんの像とズレが生じてると思っててハラペーニョさんの教員だっていうことだからねハラペーニョさんのお家がそれも結構関連してるんじゃないですかでもおじいちゃんも教員だけどお父さんも教員じゃん両方教員ってことは両方教員じゃないのと一緒じゃん言ってみればおじいちゃんだけが教員でお父さんが教員じゃなかったら まあおじいちゃんは教員でねみたいな感じあるかもしれないけどんだから、なんかあそっか世代が変わってるんやなと思って僕の親は多分その世代で言うと団塊世代なのねうん、うん、今のも70代前後とかで戦後生まれで70代前後とかでもしかしたらハラペーノさんのおじいちゃんも、うん、その世代に近い。うんうん たぶんハラペーニョさんの私が聞いたのはお父さんは確か60前後ぐらいですよだから80代ぐらいじゃないですかねおじいちゃんはああで戦前生まれかもしれないギリギリね60代っていうのは世代でいうとこれから定年を迎える世代でポスト段階世代って言ってあの 僕は世代そんな詳しくないけど調べたところによると白毛世代っていうふうに言われてて学生時代の頃には社会運動とか終わっててははははいいいいだから今60歳だとしたら1960年ぐらいに生まれてるわけじゃないですか自分たちが大人になったのは1980年でしょはははいいいだとしたら学生運動とか終わってて政治の季節が終わっててそういうことよりも なんかとユーミンとかサザンとかそういうのを聞いて育った世代なんですよ音楽で見る世代ねそうそうそうユーミンサザン確かにそうかもしれないねでなんかまあネットによるとですけど人生は楽しんでなんぼだって思ってるとうちの父も多分同じぐらいなんですよハラペイニさんのちょっと若いんですけどうちの父 なんか小田一さん聞いてますよそそ <laughs> そうそうそうだから多分そういう世代でそのバブルも崩壊したのも40代とか30代経験してて社会の価値観が劇的に変化したのとかをもう知っててだからその価値観が相対化してていろんな生き方があっていいっていうことをがその世代的にも身についてる世代だと思うんですよ。ね、面白いだからその これからのだからお父さんはそういうことを言ったと思うんですよ確かにうちの父も割とこういうことを言う人だわそうなんだ白毛世代だ <laughs> 白毛世,、ね、<laughs> 世代って言うと失礼だけど六十ぐらいな多分一緒ぐらいだと思うんですよでまさにこういうことを言うタイプへえ<ー>今はこれからは能だとかへえ<ー>そうなんだなんかお前たちの夢子たちのやってることっていうのは、うん、やっぱ一番今大事にしなきゃいけないことみたいなことを 言えちゃうタイプの父だったんで、うん、珍しいんですよね。うん、ちょっと若いんでうちの父、うん、他の友達のお父さんとかの話とか聞いてると、うん、やっぱなんかちょっと。 進んでるなって感じはしてたんですよ。それが性格だと思ったんですけど、もしかしてちょっと世代も入ってんのかなって、かもしれないと思いました。そういうの考えたことなかったけど、みんなみんなどの世代もねおじいちゃんは孫が可愛くて、孫がいろいろやってもまあ可愛いからいいじゃないかで、お父さんはやっぱ我が息子だからさ、こと信じてやれよしよ。お父さん嘘じゃないけど。誰だよよしよって。 なるよねはいはいと思ってたけど世代もあるのかな親ができるっていうのは子供を信じることだけだみたいなことをじいちゃんがお父ちゃんに確かめるみたいなそういあれ。だかいそれもやっぱ一定の世代の特徴でしかなくて全てに共通するあり方じゃないん ってことなんだと、つまり、そっか、そっか、らしいよ面白いです。面白いね。そうか、え、例えばさ、ゆめちゃんが。いばさんとさ、結婚するってなった時にさ。いばさん、すでにここにいたじゃない?。はい。 やったでしょ。その反対とかはしなかったんで。うちの親はね、なんか飛んで喜ぶタイプでしたね。飛んで喜ぶ。飛んで喜ぶみたいな。え、どうやってってんのみたいな。父とかは、おおいいだみたいな。俺も行きたいって言って。たそうなんですよ。なんか自分がやりたかったことを。 娘たちがやってくれてる感じって言って本当に応援してくれてますね。もちろん収入のこととかお父さんなんで心配はあったと思うんですよでもなんとかなるしょみたいな感じでしたね結構信じてくれてたっていうかうしいね。 本、ま、ねいいねいいねなんかあんまり多くは語らないけど、うん、ちょっとこうあの常にエールを送ってくれるって感じの人ですね、うん、いいお父さんですさて他になんかこの中で気になることありますかそうです、ね、と、ね、あと20分で終わらないといけないという,おう,おうねえ、うん あとさあの、うんあ、いいですか、最後の方の、うん、えのー、9月には僕も父親になります、この八郷でこの変化の時代に子供を育てることができるのは本当に幸せなことだと思います、うん、おいいこと言うなと思って、うん、なんか変化の時代じゃないですか、うん、でさそれでさ、ああって暗い気持ちになることもあったりするんだけど、でもなんか変化の時代に子育てできて幸せですっていうのは、うん、あいいなと思って。 いい感じ変化の時代っていうのはこれ何かこうピンポイントで何か言ってるのかなそういうことではないのかなと思ってじゃあこれはどの変化のことを言ってるのかなとこういうね今までの話の流れにあったような教育とか価値観の変化っていうこともあるし例えばコロナとかあとはデジタル化とかそういうこともいろいろ全体を含めて変化の時代って言ってるのかななんてちょっとこれはどこを指してるのかなとは思ったんだけど。確確かかににそのの前 ねえ、うん、あれで、ね、え大学に行かなくてもいろんな生き方があるよっていう,うん、うんね、価値観の変化のことかもしれないね。そうだねこれはポジティブな意味でのいい変化っていう文脈だよね。 そういう変化の時に結構子育てをすることにネガティブになる人だってもちろんいると思うんですけどどうなるやろうみたいな私たちも世代がちょっと若いまさにこれからみたいな若者がこういうふうに思ってくれてるっていうのはんか。 ああ、頑張らんな、うちらも、みたいな。思った、思った。思いますよね。思いますね。うん。かをこうされるっていう感じ。私たち決して別に絶望派閥ではないので。私は絶望しない。つまに今さんがよく絶望、絶望つってるけど、私はそんなに割と楽観タイプだから。はいはい。うん。ああ、絶望してるんだ、プップー、みたいな。絶望の中に光る、光を。 見つけたいと。そういうのが好きなんでしょう。ああ、とかもさ、そういう曲選ぶよね。そうなんだ、なんか、パパ、パパみたいな明るい曲ってよりは。なんか、こう、メロウな、こう、しっとりして、なんか、静かな中にも、実は光があるみたいな曲弾きたいと思ってるでしょう。うん、まあ、それは、ね。好みなんだよね。ちょっと。ジャズとかは弾かない。ね。そうだね。どこから、どこ見てもかっこいいみたいなやつじゃないよね。うん、そうだね。うん。は <laughs> あニューギャなんかにも絶望はねえ2040年問題みたいなやつとかあるじゃないですか<ん>知ってますか年問題人口の話もそうだしあ<ー>まあシンギュラリティとかもあるし、うん、2042年っていうんですけど、うん から今20年後ですけどまあいっか鉄砲の話はやめとこう今日はハラペイのスペシャルやからね自分たちの子育ての話とかした方がいいかもしれないですねうんんか僕あいいですかなんか大学の話が出てたじゃないですか大学とお金の話が出てて僕はなんかちょっと思ったんですけど思ったっていうかんかその 人生って結局どう幸せに生きるかっていうことじゃないですか、はいはい、でその中での,その大学とか子育てとか、うん、まあお金とかがあると思うんですけど、うん、まあこと子育てでこれその、ね、俺の孫はお金がないけどみたいな話をおじいちゃんが言ってますけど人生そのまあ学校の仕組みとかを考えると、まあ、逆に考えるとわかるんですけどなんか12年サイクルで人生、うん 何か設計されてるじゃないですかかなんかすごい前に馬さん言ってたね <laughs> <laughs> 言ってたなんかうん覚えてるよで。でまあ現に,現にっていうか僕が考えたっていうかそれは社会の仕組みがそうなってるから、うん、そ,うそうとしか言いようがないんですけど12年サイクルで設計されてるし、まあ、12年で一回りとか言うじゃないですか。うん、ああえとね。えととかもねはい,は,いはい。うのは、うん 僕は遊ぶ時期だと思ってるんですよ子供はもかくひたすら遊ぶ時期だと思ってて、私も思みた、そうなんですか、そういうサイクルとか。なんかあったよねサイクルそとかの時期だから、12年の中にも最初の6年とあの6年で、あとの6年は小学校行きますけど、でも、小学校っていっても、勉強を具体的にするっていうよりも、遊びじゃないですか、なんか。 で、その遊びがしっかり満たされたら、次にまあ学ぶっていう段階に入るのかなと俺は思ってて、その学びの段階の前半は中学校と高校で6年間やって、さらにもうちょっと学びたかったら大学に行って、4年とまあ修士行けば2年、6年6年じゃないですか。で、えっと25歳から、それで25歳から36歳まではどうなるかっていうと、なんか僕は、えっと、 とりあえず一回やってみようみたいな時期だと思ってるんですよ。まで入れた知識とか見つけた興味とか,とかこういうことやってみたいなとかうん、うん、でトライアンドエラーする時期だと思うんですよ。でだから30代とかになって別に失敗とかもいっぱいしていいと思ってるしうん、うん、でもなんか30代の後半になって30別に具体的に何歳行こうってことじゃないけどうん、うん、そのあたりぐらいにはそろそろその自分が何するか決めて。 で、だから37歳から48歳ぐらいまでの時期。うん、つまり私たちね。つまり私たち、ね、まあ、これで生きていこうって決めて、あ<ー>まあもちろんね、50歳になってから全然違う人生に捉えしてもいいかもしれないけど、うんもね、でもまあ、<laughs> 今の僕が、 急に宇宙飛行士になりたいとか言ってもさすがにそれはもうんか無理だしま思えないし思わないと思うんですよ分かんないけどね分かんないけどねまあうんでもそこまでの劇的な変化っていうのはまある人はあっていいけど多くの人には多分訪れないと思うんですよな ZOZO のさ人とかいきなり宇宙飛行したやんまあお金ぐらいだけど多分あれ40以降やでうんでかそんな感じでま考えてて でだからその大学に行くかどうかっていうのは、うん、まあその学びの時期がの、うんえっと、後半の部分、うん、中高行った後でまで、あ、大学に行くかどうかっていう、うんうん、で結局、大学に行かなかっ,たってもその社会に出て、うん、で社会の中でいろいろ学ぶこともあるし、うん、まあ結局、大学生って言っても、うん、なんか半分社会人、半分責任みたいな、うん、なんかそういう。 まあ、い,わいわゆるモラトリアムっていう時期だと思うんですけどフリーでいろんなことがあの試せるっていう意味ではうん、うん、社会に出ても別にそれはある意味できるしうん、うん、むしろ社会に出た方が学べることも多いかもしれないしでも大学に行ってそこで培った友達とかねうん、うん、そういうのが後々つながってくる人もいるかもしれないしうん、うん、だからあんまり大学自体に行くかどうかっていうのはそんなに大きな問題ではないのかなって今僕は思ってて。 この話の中でもね。で、まあ、それが許される時代になってきてるとも思うし、だから、まあ、時代は変わってるとは思うし、まあ、僕の子供が、に別に、僕も、あの、行きたかったら行ったらいいと思うけど、別に行かなくても全然いいと思ってるし、うん、とは思いますね。行きたいのなんで行きたいのってなるよね。 なると思う。自分のお金で行ってね、それが、もちろんね、勉強したいことがあって、どうしてもそこの大学に行って勉強したいっていうんだったらさ、応援はしたいと思うんですけど、でもなんとなくほら、みんな行くじゃんみたいなとかだと、それはないかなみたいな感じ僕はそれだったんですけどね。うちらの世代、みんな大体そうですよね。 大学ねみんな行くっていう割とやでも半分ぐらいだと思うよ100万人いたら1世代100万人いたら50万人は大学行くけど50万人は大学に行かないと思うっていうか多分それぐらいの数字だと思いますよ。 高校で大学に割と行く高校と就職することが多い高校ってあるとは思うんですけど割と大学に行く高校に行ったら大体行くって感じだと思ううんでですすよねねい世代あとさなんか私の頃は大学にその学歴が将来の就職先の大学に行くことが将来の就職先の選択肢を広げるみたいな面もすごく。 やっっぱあ親からそう言われてたんだけど大学は行っといた方が就職とかあと就職した後とのがえお給料とかにすごく影響するからってすごく聞かされててそうあま,、ね、まあ事実だとは思うけど現在でもねでもそう,まあそういうのもあったけど今はだいぶそういうのもなくなってきているかもしれない、うん、あるとは思うけど、うん。まあ <laughs> 大きな企業とかね、普通に会社に就職するっていう意味ではあると思うんですけど、会社に就職するっていう働き方じゃない人、個人で何かやるとか、結構すぐに起業するとか、たくさん仕事を持つ、フリーでね、っていう働き方をとってる人も、若い人でも結構多いと思うんですよ、今。ねでそうなった時に、果たして大学4年行ったことって、給料に直結してるかって言ったら、 全然そうじゃない人たちっていうのも実際にかなり現れていると思うのでその実感としてのお父さんもそういう実感としてもあるんだろうなとは思うああそうだね現場にいるかららなおさこれにあたってイーサーイーサー理論っていうのを思いついてイーサーイーサー理論っていうのを思いついてイーサーイーサーっていう足したら全部で10なんですけど どういうことで、その一一三。まあ、大学に行った人が一一三で、足したら五じゃないですか。ごめん、わかんない。比率。比率比率比率。はい、で、大学に行かなかった人も、一と一と三で、で五いるとして。で、その。大学で本当に学びたいことがあって、大学に行く人って、まあ、一、一割ぐらいだと思うんですよ。で、なんか学歴を。必要として。 大学に行く人も割ぐらいいると思うんですよそれ以外の3割の人はなんか単に大学にただ行くものだと思ってうっかり入っちゃった人たちみたいな僕とかそうなんですけど3じゃないじゃん0.50.54とかじゃんあそうかもねまあそうかもねまあ単純化するのにねで高校卒業して就職した人の中にもなんか積極的にこれやりたいと思って別に大学とか関係なく あのやりたい仕事に就いた人は1割ぐらいいて、うん、でもっと専門的な技術身につけたいと思って専門学校に行く人も1割ぐらいいるんじゃないかと思ってうん、うん、でそれ以外の人は別に特にそういうわけではなくて仕事に就いたという感じだと思います。 勝手になんとなく思ってるんですけど、すごいざっくり自分用がり統計だね。あ本当？あまあね別に数値は出してないからね。想像でしょ。想像想像よく想像でそういう数値出せるなとすごいなと思ってあの別にやみとかじゃなくてすごいなと思って。でなんかその高校卒業した段階でなんかやりたいことが見つかっててもうやるっていうのは すごいいいなと思うよねね専門学校通うとかもね含めてですけどなんかその時までにそれなりの経験を積んでなんかもう自分で考えてやりたいことを見つけられたら一番最高で僕なんて別にそういうの何もなくて結局大学にずるずる行ってなんか具体的に何かしたかって言われれば別にそういうわけでもなくてまあその期間の間にね農業雪農業とかそういうものを を見つけたから結果的にはまあ僕良かったと思ってるけどでもこれ早い方だと思いますよ今さんがいわゆる見つけたっていうか農場に来たのも大学3年生か4年生ぐらいの時で卒業後来てて今なりわいになってるじゃないですか。うんうん そういうう。いい人の方方が、ね、むしろ早い方かなって思う、うん、大学卒業してどっか、ね、仕事して、うん、でもやっぱり何か違うな違うなって転職を繰り返したりとかする中で、うん、やっと見つける人っていうのもたくさんいるし見つかってない人だっているし、うん、流されてる人だっているし、うん、流れていく人だっているし、うん、ていって感じだと思うのでう、ねうん、なんかやりたいことやってんだよねっていうこと自体が。 そのうちなんとなく家庭を持ってねもうやりたいことをやるためになんか仕事してますっていうばっかりじゃなくなってくるっていうかもちろん幸せの形だとは思うんですけどそれもまあ嫌なことじゃないからやるべみたいなそれでも私は全然いいと思うんですけど確かにでも大学大学中に一定の方向性を見 なんか見出せたのはすごいと思うああそうあれそういう時間帯じゃなかったと思ってるけど見つけてないんじゃないかな何か結局卒業しても見つからんかったしねうんちなみにさっき言った「いいさいいさ」ですけどすごい独りよがりって言われたんですけど別にんかどのカテゴリーだって何の僕はあれもないので あの特に気にしないでください。分かんないけど、どれがいいか知らない。あどれがいいとか悪いとか、もちろんそうですね。はい。ね。やっぱいろんないろんな人に出会いますけど、みんな魅力的な人もいっぱいいるので、どこのかどこにどこの人でも。うん。うん。うん。タイミングが面白いですね。イサリドすごく面白い。すごい適当やね。最近考えたの？そう。あそうなんだ。うん。これにあったって感じですよね。初めて聞いたから。あそうだったね。えー。 ちなみに学歴とか,すごいもうなんかさっきもかおりちゃんの話とかもあったんですけどなんか僕はその別にそういう学歴とかないですけどなんかでも例えば世代の違う人とかおばちゃんとかに会った時になんかそのやっぱ詳しくコミュニケーション取とってそのこの人がどういう人間だとかそういうことってやっぱりもうないじゃないない,っていうかほとんどそういう機会ってないじゃないですか、うん。なかなかかね、うん、そそしたらやっぱりある程度その世代あと学歴、うん もう一つは挨挨挨挨拶拶拶拶だと思うんですけどしっかりできてれば学歴とか別にでもそういうことでしか判断できないじゃないですか少ない情報で少ない接点の中でこの子どんな子なのかなって例えば挨拶がまがあんまりちゃんとできなかったとしてたらあ挨拶の方が大事かもね挨拶がちゃんとできないのに学歴が高かったらんか。 あの子何なのかしらみたいな。ってなりそうじゃないってたのかしらみたいな。てうそうそうそいそう。学歴がマイナスにもなる挨拶うはしっかりできてて学歴も例えばねよかったらあの子ったら学歴もいいし挨拶もよくできてとってもいい子ねみたいな多分その2つの要素ぐらいでしか人って判断してないような気がしてて詳しくね喋る機会があればもっとねさらっとそうそうそうさらっとね。 だからそういう意味では学歴も捨てたもんじゃないかなとは思うけどさらっと会う人に学歴を知られるってことはない気もするけどでもさ、周り回ってさそういう情報って回ってくるかん学歴が噂にさになる大学名の人たちごく一部しかいないと思うけどいわゆる東大とか東大、京大、六大学みたいなそういうのは自分が言わなくても周りから流れてくると思うそういう 慶応ボイだったみたいよあとからねはあはいはいまあそういう情報があると取っかかりは得やすいよねその人のなんかその人を知る取っかかりにはなるのかな学歴は分かんないけどねそういう役割はあると思うよ学歴とはちょっと違うけど私女子校育ちなのあみたいなんていうの フィルターみたいのあると思うの、うん、あるある,ある女子高からの女子大なのみたいなん、うん、もう全然キャラちゃうやんみたいな <laughs> 女子高に何のイメージもないんやけどね <laughs> あそうなんだうん、うん、あるあるあるうんあるいい悪いとかじゃないけどうん、うん、女子高育ちうん、うん おそうな何だろうな何だろうねそれがどんなイメージを持ってるかっていうのは人それぞれだと思うのなんかお嬢様なのかなって思う人もいれば結構女子校って下水よねみたいなのを知ってる人っていうか私はね実際中にいた人だから知ってたりとかっていうんでそれぞれのフィルターはあるんですけどなんか女子校フィルターかかるよねかかるね私の女子校フィルターはねすごい自由な感じ なんか男子の目っていうのがない中で、振、はい、る舞いとかね。振る舞いとかが、すごいのびのび自由にうんうん、うん。もう扱ったらスカうトバサバサ。そんなイメージ、そんなイメージ。 そう飲み飲みしてるイメージ。休み時間とかに、もうスカート履いてるけどたたひして、友達とウェイみたいな。絶対できないじゃん。多分教育では。それは実態ってこと？実態です。でもそのクレちゃんがしたのは、実はでも周りから見たら女子校とか女子大っていうのはあお嬢様ねみたいな。そうさっイメージが出てると。はいはい。で、やっ学校名を出すとね、あらお嬢様なのみたいなことをやることもまれにある。はいはいはい。なるほどね。うなので、全然ちょっと。 学歴とはちょっとまた違うんだけど同じような効果をもたらしてるなっていつも思うんですよある一定の世代からの上にはね積極的に言そうなんだ女子校なんですよって私女子校だったんでみたいなじゃあちょっと締めようか時間がこんなくだらないですや、僕は女子校で思ったのも、どうしようもなくと喋っていい えっと、空白にセリフを入れるっていう写真があってね、うん、そういう遊びがあってそれでなんか四谷学院っていう学習塾のチラシになんで僕が東大にって書いてあってああある女の人がなんで私が京大にって書いてあってま、うんね、た男の人が出てきてなんで僕がほにゃららっていうところに、うん、なんで僕が女子大にって書いて <laughs> <laughs> ボケてそ,れそボケて。<laughs> 懐かしいい、ね、<laughs> 確かに <laughs> 面白た。

はい。今日はハラペーニョさんスペシャルで楽しませていたいましいとにかくおめでとうですね、彼女のことあまり言ってなかったと思うんですけど、今、番組で。ハラペーニョさん来てもらって、本当だね。ぜひ、私たちが多分話したね、矢先留学の話、それじゃそうじゃないんだとか、もっとこんなこと言いたいっていうことも、なんかリスナーさんなんできっとあるかもしれないし、ぜひコラボじゃないけど、ゲストで来てもらって、一緒にお話楽しめたらいいなと思ってますよ、ハラペーニョさん。 ハラペーニョさん。ということで楽しい嬉しいメッセージをどうもありがとうございました実はもうすぐ1周年記念ですねそうですねはいそこに向けてんか楽しい企画もできたらいいなと思っておりますので引き続きお便りお待ちしておりますはいちょっと今回は面白いんか変な回でしたけどまた来週から普通の回になると思いますので是非また来週からも聞いてください。 はい、はい、せーの